学活線に生じたものの組織造船様脳胞眼とは悪性腫瘍の一つ。類線、唾液腺、乳腺など筋上皮細胞という構造を持ち分泌物を能動的に絞り出す。機能のある外分泌腺より生ずる。なお、極めて稀には子宮など正常なら筋上皮細胞を持たないはずの器官に生ずることがあり、活性した細胞あるいは多能性の上皮性幹細胞。 由来と考えられている。唾液腺腫瘍では頻度が高く、細胞異形は高くないが、新順傾向が強く転移率高い。再発を繰り返し、最終的には予後不良となる場合もある。古い状構造が特徴的であるが、その他に充実性あるいは、戦管構造が優位な例も多く見られる。神経症状が出ることが多く、顔面神経麻痺を伴うこともある。 はい、骨、皮膚への血行性転移も報告されている。50歳前後の女性に後発する。再発率高く増殖は、比較的遅いが、予後は不良で特に顎下線、舌下線では不良である。神経周囲への浸順もあることから切除に際しては、十分な安全域確保が必要である。組織学的には、同管上皮様細胞と主要性筋上皮細胞が、 大小の充実性ホースを形成して増殖、浸潤している。ホース内に大小の空が見られる古い状のホースも特徴的な像として観察される。これらには同感上皮様細胞で、裏層された真の潜空と主要性筋上皮細胞の規定面で囲まれた偽脳法が区別される。また、神経線板場を囲むように浸潤する像も見られる。 古い状構造を有する大気旋衆用は多く、古い状構造が一部に見られるからといって、安易に診断すべきではないことが注意される。ありがとうございます。